さ、行くわよマリー。うん、やだ、行きたくない、注射怖い。わがまま言わないの。まだ予防接種をしていないまんじゅうはすぐに受けるようにって自治体から通達が来たじゃない。っていうか私たち以外にまんじゅうとかいるの？ちなみに今日の予防接種の対象になる病気って何？パンフレットによると、ジステンパー、狂犬病、バルボウイルス感染症。なんでそんな犬の予防接種みたいなのばっかりなの？予防の最も重要な点は病気の蔓延を防ぐということよ。あなたが良くても周りが迷惑するの。またギロチンにかけられたくなかったら言うこと聞きなさい。もう首はないから輪切りになっちゃう。しかし感染症の仕組みが分かっている現代は幸せね。それが分からなかった時代を考えるとゾッとしちゃうわ。まあペストの最もひどい時代にはヨーロッパの人口の3分の1が死んだとか言うしね。でもペストなんてすごい病気、中世にいきなり現れたみたいに思えるけど、一体どこから来たんだろ。そうね。それじゃ今回はマリーを説得するのも兼ねてペストに関するお話をしてみましょう。嫌すぎる。ペストは災いを意味するラテン語のペスティスを語源とするドイツ語で、英語ではプレイグとなる危険性の極めて高い感染症よ。原因となる微生物、いわゆるペスト菌は、その発見者のアレクサンドル・イエルさんにちなんでエルシニア・ペスティスという学名が付けられているわ。ラテン語の学名って長くてややこしいけど、それぞれにちゃんと意味があって由来がわかるようになってるんだ。ペストの人への感染経路は19世紀の末になってようやく判明したわ。本来ペストはネズミをはじめとする齧歯類の病気ね。約200種類の齧歯類がこのペスト菌の病原層となるわ。その病原層レゼルボアとなる小動物から直接人に感染するというケースは極めて稀だということよ。へえ、じゃあなんでそれが時に大流行を起こすまでになるんだろ。齧歯類から人間にペストの橋渡しをする重要な役割を果たすのが約30種ほどのノミやシラミといった吸血生物ね。彼らを媒介生物、ベクターとして人にペストがもたらされるの。彼ら吸血性の虫はペスト菌に感染したネズミなどの血を吸うことで自らも感染するわ。そして寄生していたネズミが死ぬと新たな寄生先を求めて人に取り付く。そしてノミやシラミの体内で増殖したペスト菌は彼らの消化機能を阻害し、新たな動物の血を吸う際に嘔吐を催させるわ。それによって人の体内にもノミの中のペスト菌が逆流し侵入するという流れね。20、30に気持ち悪いんですけど。人に感染したペストはその症状から3種に分類されるわ。すなわち腺ペスト、肺ペスト、敗血症ペストね。同じ細菌なのに症状が違うの？まず飲みに噛まれることで起こるのが腺ペストで、これが人に起きるペストの病態の大部分を占めるわ。3種の中では最も深刻ではない病態よ。一番多いのが一番深刻じゃないんだ。潜伏期間は1日から4日。発症して治療を行わなければ、通常は1週間以内に40%から70%が死亡するわ。深刻じゃないとは一体？潜ペストは噛まれた時に侵入したペスト菌がリンパ系に到達することで発症。症状は倦怠感や頭痛、急な高熱、吐き気、下痢など、鼠径部のリンパ節が腫れ、痛みを伴うわ。また、噛まれた部分が膨らんで壊死し、そこにあざが残るとのこと。辛そう。腫れたリンパ節が破裂した後に回復する場合があるけど、それでも全身に斑痕が残り、完治まで長い時間を要するわ。回復しない場合、細菌はリンパ管及び血管を通じて体内に拡散し、敗血症を起こして死亡、もしくは肺ペストに進行するわ。肺ペストは、腺ペストの進行で、細菌が肺に到達したものを二次性肺ペストと呼ぶわ。そして、この段階だと、患者の咳などを通じて、人から人へと空気感染するようになる。飲みなどを介さず、肺ペスト患者の咳から直接他者の肺にペスト菌が侵入することで起こる肺ペストを原発性肺ペストというわ。これが一番危険そうだね。潜伏期間は非常に短く、数時間から2日。発症は急激で、高熱、悪寒、頭痛、ひどい衰弱など、中度の呼吸器障害や神経障害、昏睡状態に陥ることも。100% のケースで肺に重大な浮腫が現れ、発症から2、3日で死に至るわ。現代では有効な抗菌薬はあるものの、進行が早すぎて間に合わない危険性も。怖すぎるんですけど。
3つ目の敗血症ペストは、細菌が皮膚の傷口などから直接血管内に侵入することで起こるわ。敗血症という言葉がつくけど、腺ペストや肺ペストの進行の結果起きる敗血症とは別に考えてね。そんな冷静に考える余裕ないです。敗血症ペストのケースは全体の1割ほどと言われていて、発症は突発的。41度 C までの発熱、肝臓や脾臓が腫れ、頸部に痛みを覚えるわ。また、外見上の際立った特徴がないので、診断をするのが非常に難しいとのこと。病状が悪化すると、血栓による鼻先や指先といった頭部や四肢の末端でエソを起こした上で死亡するわ。どれも救いがねえ。古来から、ペストという言葉で表される疫病は記録されているわ。紀元前429年のペロポネソス戦争にて、スパルタ軍がアテナイ市を包囲している戦の最中、流行病が人々を襲ったことが記されていたり、紀元後2世紀のローマで流行した疫病もアントニヌスのペストとして記録されているわ。じゃあ、その頃からペストが知られていたってこと？いえ、古代の記録に見られるペストは必ずしも私たちが現代で言うところのペストとは一致しないわ。というのも、古代にはペストという言葉は個別の病気を指すものではなく、広く流行病を指す一般名詞として使用されていたからね。ああ、なるほど。当時は病気ごとの特定もできてなかったかもしれないしね。現代の研究では、戦術のアテナイのペストはチフス、アントニヌスのペストは天然痘だったらしいとされているわ。他にも、古代の流行病についての記述はあっても、その内容から現代でいう何の病気に当たるかというのは、専門家でもなかなか特定が難しいみたい。すでにいろんな病気のデータが揃っている時代ならともかく、原因もわからず、他の病気との比較もできない状況上、記録者も何を書き残していいかわかんないだろうしね。ええ、そういう事情もあってか、疫病は神の怒りのようにふわっとした捉え方をされることが多かったみたい。ただ、確からしいのは、紀元前3世紀から前2世紀にかけて、私たちの言う、ペストが、地中海沿岸の南部、東部で大流行したらしいこと。また、紀元前127年にも、同様の事態が、エジプト、リビア、シリアで発生したとのことね。その頃になると、記録に残る症状から、現代で言うペストだって確認できるってことか。そして、歴史上、はっきりと記録に残る大規模なパンデミックは3つ。第1が6世紀の東ローマ帝国で起こったユスティニアヌスのペスト、第2が14世紀のヨーロッパを襲った黒死病、そして第3が19世紀後半、中国南部での大流行よ。さて、ペスト菌を表すエルシニアペスティスは、現在ではエルシニア属というグループの14種の細菌のうち、人に病原性を持つ3種の中の1つに分類されているわ。ふむ、ペスト菌にも仲間がたくさんいるわけだ。そして、ペスト菌は今から2万年近く前に、この中のエルシニア、プセウドツベルクローシスが変異して生まれたそうよ。なんかややこしそうだね。ただし、ペスト菌の先祖が分化した当初は、まだ人間に脅威を与える存在ではなかったみたい。およそ5500年前までは、ペスト菌の先祖は、ノミの体内で生きる能力も、腺ペストを起こす力もなかったであろうことが、遺伝子の解析によって示されているとのこと。はえー、そうなんだ。じゃあ、ペストが脅威になったのは、人類史で言うと、ほんの最近なんだ。最近だけに。やかましいわ。しかし、ロシアで発掘された3800年前の墓地で埋葬されていた9体の遺体のうち2体にペスト菌の感染が確認されたわ。そこから分離されたペスト菌からは、月死類を通じてノミの体内で生存するのに必要な遺伝子、そして腺ペストを引き起こす遺伝子が確認されたそうよ。じゃ、紀元前1800年頃には人類を脅かすペストは存在していたと。そう、これは遺伝子的なアプローチが可能になった。ごく最近の研究の成果で明らかになったことで、それまでは紀元前後より前にペストは存在しないと信じられていたようね。ちなみに、さっきから説明が伝聞帳ばっかりだね。それは本とかの解説の内容が難しすぎて、中の人には論拠の確信が持てなくて結果だけふわっとしか伝えられないからね。そして、その時代以降、いくつかの地域のお墓の発掘によってペスト菌の人への感染の痕跡が見つかるけど、どれも孤立した例であって関連性は不明のようね。だからペストの生まれた場所に関しては未だによくわからないみたい。そうなんだ。確かに一番古い痕跡だからといって発祥地とは限らないもんね。
ペストの起源に関して、文献資料からは、長らく、アフリカが発祥とされてきたけど、現代では、中央アジアとの説も有力視されているわ。これまた随分離れてるんだね。地図上で見るとそうだけど、人類の行動を見るとそうでもないわ。インド洋では、それこそ戦死時代から、船によって広域的な海上貿易が行われていたからね。どちらが発祥にしても、盗犯能力に優れたクマネズミが、荷車や船に潜り込み、互いの地域にペスト菌を運んだことが想定されているの。ああ、なるほど。ただし、馬はペストに感染しないようね。また、馬の体臭は、飲みに対して忌避効果があり。これによって、牙を生業とする人々は、ペストの参加から逃れやすい傾向があったみたい。はえー、そうなんだ。なお、アフリカ発祥というのは、今から述べる歴史資料に基づいた仮説で、中央アジアというのは、近年のゲノム解析、系統学的な再構築に基づく仮説。この両者が相反する証拠を提示していることが、研究者たちの悩みの種って感じかしらね。どっちが正しいとも断言できないし、難しいところだね。そして、第一のパンデミックに数えられるユスティニアヌスのペスト。これは541年エジプトの港湾都市ベルシウムから始まったわ。当時の歴史家エヴァクリオスによれば、この病はエチオピア由来で、それがエジプト、パレスチナ、シリアと広がっていき、ついにコンスタンティノープルを襲ったという。なるほど、その感染経路がアフリカ由来っていうゆえんかな。特に地中海沿岸の港湾都市の被害が激しく、病気が船と共に移動したことをよく表しているわね。同じく、同時代の歴史家プロコピウスは、エジプトから始まった病気は、今世界中を覆っていると書き残しているわ。まあ、当時は、世界って言っても、その人の目が届く帝国内っていうくらいの範囲だろうけど。このパンデミックは、2世紀以上にわたって、およそ20回ほどのピークを持って猛威を振るったというわ。この時のペストによる帝国の被害も、後世のヨーロッパを襲った黒死病に劣らず、凄まじいもので。コンスタンティノープルは人口の4割を失い、その回復には何世紀も要したという。さすがにエグすぎませんかね。この人口の激減は、東ローマの生産力、税収ともに大打撃を与えたのは確実で。ウィリアム・H・マクニールは、帝国の復興を目指したユスティニアヌス大帝の努力が頓挫した要因の多くは、この疫病による損害に求められると書いているわね。これどんな皇帝でも無理ゲーじゃないかな。ちなみに、この時のペストは、帝国の外の世界に広がらなかったの？それが、研究者によっては、この時のペストは、沿岸部から内陸に達することはあまりなかったとの見解もあるわ。そうなんだ。少なくとも、当時、広域経済が衰退して自給自足的になっていた西ヨーロッパ内陸部などでは、目に見える被害は報告されないようね。そっか、むしろ、外部との活発な交流が停滞して、引きこもりみたいになってたのが、感染を遠ざけたってことかな。ただし、港湾都市のマルセイユには、ペストが到来していた形跡があって、そこから西ヨーロッパにも侵入した可能性は十分にあるでしょう。ミシェル氏により、キャロリーヌ・コステドア漁師によるペストによると、この時代、いくつかの地域では資料に乏しいのは当然のことで。資料による伝染病への言及が見つからなかったために、その地域がペストから免れた、と言い切ることは難しいとのことね。ああ、割と文書記録を作っていた東ローマには、比較的資料が残っているだけで、他の地域に記録がないからって、被害がなかったとは限らないと。とにもかくにも、このペストという災厄がなければ、ユスティニアヌス帝の功績は、もっと大きなものになっていたかもしれないわね。で、そのペストはどうなったの？それが、8世紀中頃の被害の言及以降、ユスティニアヌスのペストの痕跡は、ばったりと姿を消すの。え、消えちゃったの？その理由は、現代でもはっきりしないみたい。また、この時のペスト菌の遺伝子の系統は断絶していて、後世には残されていないようね。謎だな。ただ、まだ途中の遺伝子研究によると、この第1のパンデミック、続く第2のパンデミックの後期に現れたペスト菌の株には、病原性に関わる遺伝子で結質があることを明らかにした研究者がいるとのこと。日本語でお願い。つまり、ペストの大流行の後期にのみ、ペスト菌の中で病気を起こすゲノムが消えるケースがあるってこと。これが、大流行を終わらせる重要な役割を果たしたかもしれないの。つまり、ペスト自身が毒性を失っていったってこと？まだ、あくまで仮説の段階みたいだけどね。それに、天然痘でも梅毒でも言えることだけど、初期には、激烈な症状を起こす病原菌も、時間が経つほどに弱毒化していくという共通した流れがあるわ。そうなの？
つまり、あまりに激しい症状を起こして、短時間で患者が死んだ場合、病原菌は、よそに移る前に、宿主と道連れで死んでしまうわ。病原菌が拡散するのに望ましいのは、患者が長く生きながら、長い時間、感染を拡大させることよ。だから、自然と症状が緩やかな細菌が残りやすいってわけ。はえー、なるほど。ただし中の人は素人だから、これがペストにも当てはまるかは、わかんないわ。事実、参考文献には、このことは特に書いていなかったから、遺伝子の突然変異とかそういうことかもしれないし。まあ、とりあえず、現段階ではよくわかんないってことだ。ともかく、東ローマを中心とした第一のパンデミックは収束。そして、中世世紀、忘れた頃に、ペストの恐怖は再びやってくるの。第2のパンデミックは、1330年代の終わり頃、中央アジア、おそらく、現在のカザフスタンあたりで発生したと思われるわ。思われる、なんだ。その辺は諸説あるわ。マクニールは中国起源を唱えているけど、彼の研究は50年ほど前のものだし、とても良質な本だけど、アップデートされるべき情報もあるでしょう。いずれにしても、当地の記録が見当たらないから、よくわかんないってとこか。1346年には、中央アジアから南のイラン、また、ボルガ川に沿って北方にも広まったようね。そして、はっきりと、ヨーロッパの記録に現れるのが翌1347年。ジョチウルス、キプチャク汗国のモンゴル軍が、黒海北岸、クリミア半島にあるジェノバ領のカッファを包囲していたわ。ジェノバってイタリアの都市国家だったよね。そんなところに拠点を持ってたんだ。ジェノバ共和国は、ベネツィア共和国に並ぶ海洋交易国家よ。ベネツィアが東地中海を抑えていたのに対し、ジェノバは地中海から黒海をつなぐ交易圏がテリトリーだったの。で、そこがモンゴル軍に攻められていたと。その包囲戦の最中、モンゴル軍内でペストが蔓延し、彼らは撤退を余儀なくされたの。そっか、東から来たペストがジョチウルスにも入ってきてたんだ。で、ジェノバは助かったわけか。ところが、モンゴル軍は最後にメガトン級の嫌がらせをしたわ。大型投石機で城壁内の町にペスト患者の遺体を投げ込んだの。ひえ。その結果、ペストはすぐにカッファの港から海上交易を通じてコンスタンティノープルへ、ついでアフリカ北岸から西ヨーロッパ全域へと拡散したわ。そのモンゴル軍の指揮官、何気に歴史上最も多くの人を殺した人物なんじゃ。こうして戦いから5年も経ない間に、海路、陸路を通じて全ヨーロッパにペストが蔓延したわ。これが後世で言う黒死病ね。それって、人が真っ黒になって死んじゃうから、そう呼ばれたって話だよね。ところが、ペスト埋葬地から第二のパンデミックを再検討するの著者、ミシェル・シニョリによると、そういうわけじゃないみたい。そうなの？いわく、そもそも黒死病という言葉が使われ出したのはずっと後世で。14世紀の段階では、この疫病は、単に、流行病、コブの病気、大多数の死などと呼ばれていたとか。ほう。黒いという表現を使う著者はごく稀だったということだし、その場合でも、それは具体的な色を表すものではなく、ゾッとする、凄まじい、恐ろしいといった抽象的な用法で飲み使われていたとのことよ。ああ、つまり黒魔術とか黒歴史みたいなイメージの悪いことを表すための言葉だったってことか。シニョリ曰く、1832年に出版されたドイツ人歴史家ヘッカーの著書14世紀の黒死病が形容詞ではなく色として黒という言葉をこの時のペストに対して使った短所だったということね。そもそもペストの患者の遺体が真っ黒になったり浅黒くなったりするわけではないとのこと。そうなの。まあ確かにさっきの敗血症ペストで聞いたのは、体の末端がエソを起こして黒くなるくらいって話だし、その敗血症ペストも全体の1割くらいって言ってたか。私もこれを読んで、ほんまかいなと思って軽くググってみたけど、日本語版ウィキペディアでは黒死病の由来を死体が黒くなるためとしていたのに対し、英語版、フランス語版、ドイツ語版ではそれを否定していて、シニョリの主張と同じことが書いてあったわ。はえー。ともかく、昔の人がこの疫病を黒いと表現したのも納得の激甚な被害が各地を襲ったわ。ベルギーのブラバント地方やポーランドなど一部は、その被害を免れた地域はあったけどね。そして、黒死病の恐ろしさはその反復性。流行は何度も訪れ、イタリアの年代記作家は、1410年には、すでに第6のペストがあったと記録しているわ。初出が1348年としても、10年に1回くらい流行してた計算になるね。
それ以後、17世紀の半ばまで、ペストは西ヨーロッパにおいて繰り返し起こる風土病と化したわ。当時は、ネズミとの実を媒介して起こる病気なんて全く知られなかったから、多くの人が神の怒りと恐れ、多くの医師が無力感に苛まれた。フランスのドーフィネで、17世紀のペスト患者の集団墓地が発掘され、その当時の混迷ぶりが如実に表されていたわ。どんな?その墓穴には、34体の遺体が埋葬されていたそうよ。穴の奥の方、つまり最初の方に埋葬された遺体には白布が使われ、同じ向きに個別に埋葬されていて、死者に対する配慮がなされていたことが表されているわ。ふんふん。しかし、その後に埋葬された遺体は、多くが二人ずつまとめて埋葬されるようになり、だんだんと、向きが、横向きとかうつ伏せみたいに、バラバラになり、全く無秩序に埋められていたり、しまいには、甲に入りきらずに、単に、石のブロックで囲んだだけになっていたりと、死者に対する配慮の低下が伺えるわ。つまり死者をそれにふさわしく埋葬してやる余裕すらなくなっていったと。ペスト墓地の発掘は各地で行われていて、その埋葬状況はまちまちみたいだけど、流行の最盛期と思われる埋葬地の様子は、249もの遺体が、服も脱がされずに慌ただしく埋められている場所、無造作に穴に投げ込まれたような場所など混沌としているわ。冷え。これで各都市の当局が困ったのが墓掘り人の不足。なんせ雇ったそばから平均2日で感染発症して死んでしまうというありさまだったそうだから。マルセイユでは1720年1000以上もの遺体が積み上げられていたので100人ほどの囚人を使って埋葬することに成功。しかし作業を行った囚人たちの9割がペストに罹患してしまったというわ。地獄すぎる。墓掘り人のみならず、ペストによる人口の激減は、各国で深刻な労働力不足を引き起こし、産業や農業に重大な影響を残したわ。特に、大陸より人口密度の高いイギリスでは、伝染病のダメージも激しく、1348年以降、ペストの影響から人口を持ち直すには、200年以上の歳月がかかったと推計が出ているわね。時代ごとに人口は増えていくものっていうイメージを持ってると、なんか信じがたい変遷だね。黒死病の惨劇とそれに対応する人たちのドラマも一つの動画を作るテーマとして十分すぎるからここでは深く触れずにペストの旅に戻りましょう。もうお腹いっぱいなんですが、それは第1のパンデミックと違い、第2のパンデミックには明確な終わりはないわ。何度かの大流行を終えてもそれ以降ペストはずっとヨーロッパを苦しめることになるからね。帆船や蒸気船、鉄道によって人々の行動範囲が広がると、それに合わせてペストもまた移動する。ペストはもはや人類の暮らしのパートナーみたいになってしまったわ。さて、第3のパンデミックは1860年代中国で始まったとされるわ。冷え、今度はアジアなんだ。マクニールによると、中国での最も早いペストの記録は610年。それは、海に近い広東ほか、諸州で見られたといい、海に近い地域に限られたとのこと。じゃ、その頃のペストも、やっぱり交易船に乗ってきたって感じだ。時期的に、ユスティニアヌスのペストが到達したのかな。どこまで正確かは、私には判断できないけど、762年には、山東省の住民の半数が死んだとする研究もあるわ。ほんまかいな。その後、中国でも断続的にペストが流行したとみられるわ。そして、1866年には雲南省の昆明で確認された後、翌年には 1000km 離れた北海市、92年には現ベトナムのハノイの近郊まで、94年には香港と広州にたどり着いたわ。当時人口160万の広州では、10万の死者が出て、逃げた難民によって、さらにペストは拡散、インドは大陸にまで広がったという。うむ。これを逃げた人のせいなんて言えないよね。そりゃ逃げたくなるだろうっていう。さらに蒸気船によりペストはアラビア、トルコ、マダガスカルにまで。交通技術の発達が疫病をも容易に運ぶようになってしまったわ。1900年までには日本、南アフリカ、エジプト、ポルトガル、ブラジル、パラグアイ、シドニー、グラスゴー、サンフランシスコ、ニューヨークなどなど世界中でペスト患者が確認されるわ。やべえよ、やべえよ。しかし、1894年の段階で、香港に渡り、ペスト対策に乗り出した外国人グループが2組。フランス政府の目を受けてやってきた、ルイ・パスツールの弟子であるアレクサンドル・イエルさんと、ロベルト・コアホの弟子の北里柴三郎を率いる5人の調査団よ。おお、両者とも、師匠が半端ないやつだ。
ただし、この2社は協力が想定されていなかったというか、むしろ、競合関係というか、ぶっちゃけ確執みたいな感じがあったみたい。北里率いるチームは、香港でペスト患者を受け入れていたケネディタウン病院で任務に当たっていたけど、後から来たフランス人の若手医師、イエルさんは若干ハブ気味だったみたい。イエルさんは、場所や物資、検体の遺体へのアクセスも制限された厳しい状況の中で調査をしたけど、何も発見できなかったわ。そこで、彼は、調査すべきは血液ではなくリンパ節腫ではないか、と思い立ち。病院を追い出されてからは、現地の神父の助力を得つつ、小さな小屋で調査を続け、墓掘り人に金を握らせて、遺体からリンパ節腫の検体を入手。その中にいた微生物を培養し、ネズミに摂取したところ、そのネズミのペスト感染が確認されたわ。お、ネズミはかわいそうだけど、原因となる細菌を見つけたんだ。すごい執念。これが、1894年6月20日のことよ。ただ、ほぼ同時期に、北里チームも独自にペスト菌を発見していて、北里、イエルさんの両者が、初めて、ペストの感染源を突き止めた偉人として記憶されているわね。はえー、すっごい。でも、最近の名前は、イエルさんにちなんで付けられたんだね。そうね。その辺の二人の巧妙争いのドロドロの模様みたいなのも気になるでしょ。パトラちゃんってはそういうとこあるよね。まあ、両者のそれに関する言葉みたいなのは、中の人は見たことないんだけど。北里がペスト菌を特定したのは、1894年6月下旬から7月上旬にかけて出会って、イエルさんの6月20日より早いか遅いかはよくわかんないのよね。ママ、いずれにしても、二人がそれぞれ偉業を成し遂げたことには変わりないんだから。ともかく、イエルさんの方は、その偉業にもかかわらず、ウィキペディアの日本語版にはページすらできていないから、もっと知られるべき人物だとは思うんだけどね。その後も、イエルさんは研究を続け、シチューのネズミの死体からペスト菌が検出されることから。ネズミが主な感染の媒介であり、最も効果的な予防策の一つは、ネズミの駆除である。と結論したわ。そっか、細菌だけ分かっても、感染経路が不明だと、対策のしようもないものね。その後、イエルさんはパリに戻り、ペストに対するワクチンと血清の研究を行ったわ。ただ、ペストにはワクチンは有効ではないというのが、後に分かったけどね。そして、1898年には、パスツールの別の弟子、ポール・ルイ・シモンが、ネズミに続いて、ノミなどの吸血生物を介して、ペストが人に感染することを発見。ついに、ペストの感染の正体を突き止めたんだ。それについて、彼はこう書いているわ。1898年6月2日という今日この時に、世界にペストが現れてから、人類を不安に陥れ続けてきた秘密を破ったということに、何とも表現しがたい感情を抱いている。北里やイエルさん、ルイ・シモンらの活躍によって、ペストを予防する効果的な方法が判明したし、間もなく有効な抗菌薬も続々と開発されることになるわ。これで、多くの人たちにとって、ペストの破滅的な恐怖から逃れることができるようになったってこと？それでも、ペストの危険性がなくなったわけではないわ。地域によっては、未だに人々を苦しめ続けているからね。ただ、少なくとも、日本においては、1927年を最後に、ペストの感染は確認されていないようね。14世紀、黒死病の惨劇のまさにその時代を生きた詩人、ペトラルカは、このような詩を残しているわ。歴史家に尋ねてみよう、彼らは黙すばかりであろう。医者に尋ねてみよう、彼らは恐怖に凍りついているであろう。哲学者に尋ねてみよう、彼らはあなた方を手で追い払うだろう。我々が確かに経験したにもかかわらず、やっとのことで信じるに至ったこれほどまでの不幸を、後世の人々は信じることができるのだろうか。この災禍を経験しないであろう。そしておそらく私たちの話を、まるで偶話のように感じるであろう。私たちのひ孫は、なんと幸せなことだろうか。とまあ、これが、ペストの辿った旅路の歴史よ。始まりはほんの一箇所だったかもしれないのに、伝染病っていうのは恐ろしいね。さ、分かったら予防接種に行くわよ。え、だってペストは予防接種できないんでしょ？だからこそ、可能な予防接種だけでも受けておこうって話。ペストだってワクチンとかはないけど、検疫や害虫、ネズミ駆除といった地道な予防措置が重要なのよ。ささ、ごねてないで。さもなくば、ギロチンにかけた上でぶっとい注射を眉間にぶち込むわよ。それはもう予防という前に手遅れです。ちゃんと言う通りにすれば、ご褒美にあなたが行きたがってた爽やかのハンバーグをご褒美といえば。え？加藤いちごさんからファンアートいただきました。
おお、フレッシュ感あふれる私たち。表情とか色使いが最高だね。髪の毛のツヤツヤ感とか、お肌のピチピチ感とか、まるで若返ったよう。あれ、パトラちゃんって今何歳の？ほらほら、ちゃんと注射すればこんな風に体が生えてきて動けるようになるかもしれないわよ。うん、そっか。じゃあ行く。サンキューファンアート。というわけで、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。